ルトガル2部オリベイレンセのカズコと元日本代表 FW 三浦和義56が22日、アウェーのアカデミコでビゼウ戦に途中出場し、公式戦デビュー。試合は 4-1 で勝利した、ポルトガル、フットボール365など各メディアによると、カズは56歳1ヶ月24日での出場となり、同国で最年長出場選手になったという。カズがプレーするのはポルトガルで5カ国目となる。公式戦に出場するのは JFL 鈴鹿ポイントゲッターズに所属していた昨年11月以来、約5ヶ月ぶりだった。英氏、デイリーメールはオリベイレンセに入団した当初、カズについて、現在、世界最高齢のプロ選手と紹介し、新しいクラブで得点を挙げれば欧州最年長のプロゴールスコアラーになると報じていた。カズは横浜 FC からの今季限りのレンタル移籍で加入しており、残り試合で快挙達成が期待されている。ネット上では、すごいの一言、新たな伝説のスタート、日本を元気にさせる、56歳の選手と契約するクラブって、還暦までいける、との意見が書き込まれていた。